どうも皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、おじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、低評価、そしてコメントお待ちしております。はい、本日のお話はおじさんの貯金計画ということで、本日は私の貯金額の公開とともに、これから貯金をしていくぞということで、もうその決意表明の動画ですね。本当にそれだけの動画です。はい、お付き合いいただいた方本当にありがとうございます。ということで、これからですが、まずですね、私のただいまの貯金額なんですけれども、ただいま31歳フリーターの実家暮らしのおじさんの貯金額は皆様いくらだと思いますか？実家暮らしなら結構貯金できてるだろう、そう思われる方もいるでしょうか。それとも31歳でフリーターか、どうせ貯金なんてろくにしてないだろう、そう思う方もいるかもしれません。残念ながら後者なんです。私、恥ずかしながら以前にもまあ述べたんですけれども、結構パチンコをして散財してしまっていた時期もありましたし、今までどちらかといえば貯金ができていませんでした。これは本当に反省しなければいけないなと自分では思っています。はい、ということで今の貯金額は約13万円です。ふうですよね、聞いてる方、31歳フリーター、実家暮らしでおいて貯金がただいま13万円です。はい、そして今年の8月に車検がございます。車検の予算を約8万円ほどと考えておりまして、それを差し引くと貯金額が5万円となります。5万円、これではちょっと心もとないですよね。まあ、自分にもしものことがあった時もそうですし、まあ、家族、両親において何かあった時にもう困ることは目に見えている。はい、そういうことも考えて、もう自分を変えないといけない、そういうふうに思って貯金をします。そして以前にも動画にしましたが、パチンコもやめます。はい、ということで、まず必ず毎月3万円は貯金します。なぜ3万円かというと、まあ私ただいまアルバイトを一つやってるんですけれども、そのアルバイトが正直申しましてがっつり稼げているわけではないです。現状手取り約11万円、保険料などを差し引かれて約11万円という所得です。まあ、振れ幅はもちろんあるんですけれども、もしかしたら12万円の月とかもあるかもしれないんですけれども、平均して11万円。そして、まあ、ありがたいことに一定の時間働いた時にアルバイトでありながらも、まあ、ボーナスというには大げさなんですけれども、まあ現金が支給されまして、まあそれが約500時間ごとに平均して3万円ほどということで、それもほとんど貯金しようということで、その必要なお金を振り分けて余りも貯金です。私現状支払いに約2万円と、まあ携帯通信費に1万8000円、保険料掛け捨てが 0.4000円、そして散髪に月額3000円、ガソリン料に4000円、まあ、その他自分の、まあ、休みの日に少し出かけたりする分のお金とかもあるんですけれども、まあ、今述べた雑費で4万2000円の4万7000円の、まあ、約5万1000円ですね。まあ、それを11万円って考えたら約まあ5万円ぐらいは余るっていう計算なんですけれども、まあ、その辺は余った現金はしっかりと貯金をしてまいります。少なくとも3万円、そしてその先ほど申しました、まあ、ボーナス的な現金はほとんど貯金に回すということを考えて、今年年内に25万円、あわよくば30万円に手を伸ばす、いやもう30万円を目標にします。車検料を引いて5万円になったと仮定して年内30万円を目標にします。
なので、今月がちょっとコロナの影響もあってほとんど休業となってしまっていたので、休業手当が約8割あると言ってもかなり少ない金額になってしまうので、今月を抜いて7月、8、9、10、11、12、6回の給料日がありまして、3万円を貯金したとして、サブロック18万円、5万円プラスして23万円、そしておそらく500時間ごとの給付が、1回しか多分受け取れないと思うんですけども、これからだと。そのお金を、足しても、全額いったとしても26万円なので、それでは足りない。ということで、必ず3万円だけでは目標に到達しないので、自分の中でも、無理をしない節約をして、しっかり30万円を目標に貯金をしていこうと思っています。はい。ということで、ちょっと個人的な貯金の表明になってしまったんですが、この動画を機に、しっかりと自分自身の、貯蓄をできるように頑張っていきたいと思います。ちなみにこの貯蓄の目的って何なのっていうところで、その目的がないとやっぱ貯金ってただ貯めてるだけではモチベーションも続かないと思うし、むしろそんな貯金ならしない方がいいんじゃないかなと思うんですよね。なんとなく貯めといた方がいいよなっていう流れだけではやっぱりもったいないなとも思いますし、やっぱ今を豊かに生きるっていう側面でもお金って必要だと思うので、目的を定めたいと思っておりまして、私がなぜ貯金をするかというと、先ほども申しましたが、やっぱり両親がいつどうなるかもわからないですし、私自身もそうです。そしてしっかり何かがあった時に少なくとも半年無収入でも生きていける、そのようなお金を準備できるように頑張っていきたいと思っています。現状支払いが約2万円あるんですけれども、この支払いは年内に終わります。なのでこの支払いを抜いたお金と食費などがあればというところを考えると、私の場合はだいぶそのお金が欲しいという欲求もそんなになくて、物欲もないので、8万円あれば、今の生活であれば8万円あれば生きていけるというふうに仮定します。8万円で半年なので48万円ですね。48万円あればいい。少し多めで50万円として考えていきたいと思います。まずは目標50万円、年内は30万円なんですけれども、貯金の目標自体は50万円をまず貯める。そのための、知識を持っていくということもそうですし、しっかりと自分が何にお金を使っているかなどの把握と、削れるところは削っていくという行動をしていきたいと思います。はい、ということで本日は長々と動画にお付き合いいただいて本当にありがとうございます。ということで皆様も貯金などコツなどあればコメント欄にお書きいただけるととてもありがたいです。参考にさせていただきたいなと思っています。ということで本日はおじさんの貯金表明でした。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、お疲れ様でした。